毎度インディーズモーターガレージです。いよいよこのシーズンが来てしまいましたね。もうガレージの中がムンムンです。今日は冷感タオル、これを首に巻いてブンブン振り回しながら行こうと思います。で、今日はやることは、寸法を測って図面を起こして、削り屋さんに発注しました。で、発注した先は前話してたところは僕の友達っていうとこね、なんか PL 法の兼ね合いとかでね、こうバイクとかの駆動部とかね、ちょっと危ないところはちょっと作れないなっていう話で、まあそれはそれでね、企業姿勢なんでしょうがないとして、今回やってもらうところは、僕のポルシェのね、ブレーキキャリパーサポートとかを削り出しで作ってもらったところですけど、実績もあるし精度もちゃんと出してくれてるんで、そこにお願いしました。で、まだこの段階で削りも上がってきてないんで、で、今日じゃあ何すんねんって話ですけど、もうずっとね、ちょっと気になってるところがあって、それは何かというと、だいぶ前の動画で、どうも、フォーク刺さるときに若干ずれてるよ、みたいなところがあったんで、まあ、ステムが多分曲がってんだろうなとは思ってるんですよ。まあ、そのままちょっと一遍試しでやり過ごしていこうかなと思ってたんだけど、本当にそうなのかどうか、最悪買い直そうとしてて、で、ただね、買った後にね、あれ違うとこが原因じゃんってなると、10万円ぐらい無駄な出費になってしまうんで、今日はね、そこらあたりをね、あるものを掘り出したんで、それを仮付けして、どこが曲がってんのかっていうのをちょっと出していこうかなと思ってます。その仮付けっていうのは、これ。いやー、探すのにね、確かあったぞと思ってすごい探したんだけど、やっと見つかった。これね、よいしょ。前使ってたベファー1100のトリプルツリー、これがあったんで、これは曲がってないんで、仮組みして曲がってんのかどうかをちょっと確認しようかなと。でもなんか今見たらさ、これ塗装なんだけど、アルマイトじゃなくて、別にこれでもよくねって感じはせんでもないな。まあいいや、どっちにしろつけてみないといけないんで、これを今日はもう一度仮組みします。ということで、フロント周りもう一度バラバラにしていくことになります。じゃあ、タオルを振り回しながらやっていこう。今、こっちだけ緩めてあります。もう抜いてあります。で、どんだけずれとんのかっていう話ですけど、真上から見るとね、まあ、今、なんとなくしかわかんないと思うんだけど、これ上上げてくると、ここで当たっちゃうんだよね。上側がちょっと空いてる。で、下がぶつかってるっていう状態。で、もしフォークが曲がってんなら、こう回した時に、中心が変身していくはずなんだよね。でもこれずーっと下側が当たってるんで、フォークじゃなくて、三つ股の可能性が非常に強い。なんで、まあこれぐらいずれてるんで、これがゼファーのトリプルツリーつけた時に、スコット入るようなら、確実に三つ股がいってるってことになる。では外していきます。今これ仮付けっつっても、まあ、ちょっと強めに今締めてあります。で、今右側のフロントオークがついた状態ということで、この左を刺していってスポット入るかどうかだね。スポット入れば三つ股がやられてるし、逆にスポット入らんかったら違うとこがやられとるって、どっちに行っても地獄って感じだね。入るな。めちゃめちゃスムーズに入りました。やっぱ三つ股がいっちゃってるね。ちゅうことになりましたわ、まあ、残念なのか残念じゃないのかよくわからん。検証の結果、これが曲がっていることが判明しました。残念。こんなごっついのに曲がるんだよね。まあ、下が曲がってんのか上が曲がってんのかはもう全然わかんないんだけど、
まず前折れてたのこれ取ったんだけど、こっち側もね取ってみたらね、ネジ曲がってんだよね、すんごい勢いで、もう抜けてこないぐらい曲がっちゃってる。だから相当な力が両側にかかってる。片側は吹っ飛び、片側はかなり曲がってるということだね。でこれで一番考えられるのが、冒頭というか最初にやってたハンドル、今回アルミを使ってますけど、これスチールなんだよね。でこのスチールを使ってる理由っていうのは、転んだ時にグニャンってならないから車体をちょっと守ってくれるとかなっていう意味があってこれを使ってたところもあるんだけど、これが逆に出たパターンが多分今回こうついてるから、転んだ時に本当ならハンドルがグニャンってなってくれればこれにそんなに力がかからんで済んだんだけど、スチールなんで曲がろうとしないから、その分これがグニャンってすごい勢いですひねられて、でも下はストッパーでフレーム側にガンって当たってるから、こういうねじりが多分出てんだろうね。だから少なからずフロントフォークにも結構一瞬はすごい歪みがかかってんじゃないかなと思う。まあ大丈夫なのかどうかは分かんないんだけど、ちゅうことが多分そういうことなんじゃないかなと。良かれと思ってたスチールが今度はこういう弊害を起こすと。まあじゃあアルミつけてたらこれ守られたのかっていうと、まあ、これは守られたかもしれないけど、違うところがぐちゃぐちゃになってた可能性は十分ある。まあ早い話転ぶなよってことだね。ということです。でこれを新しく買うのかどうか、まあ、これ10万弱シャボン玉アクティブさんですね。作りもすごい良くてね。で今つけてるゼファー1100、まあ、下回りはねなんかアルミ地が出てて微妙だなとは思うんだけど、だけどこれ見えなくなっちゃうし、意外とつけたらこれはこれみたいな。さあ10万円を投じるか再度これでいくか。まあ大きな違いはね、実はキャスターがねこれの方が寝てんだよね。だからアクティブさんのやつより回答性はちょっと悪くなってるって言っても、もうさっきと走るわけじゃないしというのを考えると、まあそれはそれでありかな。まあ以前はこれでさっきと走ってたわけだからね。まあそんなところでねちょっと検討してみます。残念な結果に終わった今回の検証でしたが、まあ組む前に分かってよかったかなと。でスペーサーは、まあ、曲がった状態で出しちゃってるから、もしかしたら微妙にずれるかもしれないんだけど、多分ほとんど関係ないレベルだと思う。ということで、ゼファーのまま行くかアクティブネットを買うかは検討中です。で、削りもんに関しては上がってきたらどんな状況だったとか、そのあたりを話そうと思います。まあ金額等も含めてねご紹介しようと思います。今日これ使ってみたんだけど、あんまり関係ないね。ないよりマシなのかもしれないけど、暑いっすよ。まあ、今後ガレージ暑いんでこんな動画ばっかりになるかもしれないんですけど、ぜひよろしくお願いします。ではまた。